集落、まあ、10校の中でもですね、かなり偏在化しているというのも分かりました。福島大学桂尾村で行われた中間報告会。この調査は福島大学や村のまちづくり団体などが村民のニーズに合わせた豊かな暮らしの実現につなげようと、おととしから既存したすべての世帯を対象に日常生活や集落の実態などについて聞き取りを行っているものです。やってたのここなんです。ところが村では7年前に原発事故による避難指示が大部分の地域で解除され、去年6月には野行地区の復興拠点でも解除されましたが、村内の居住率は震災前の3割ほどにとどまっていて、今後のまちづくりは重要な課題となっています。今日の報告会では村のそれぞれの集落によって営農再開や企業誘致など今後の暮らしにおける方向性に違いがあることなどが報告されました。帰ってこれる場所があるとか、遊びに来る場所があるんだったら、実はそれ維持するのがこの地域ですよね、暮らす楽しさなのかもしれない。なんかそこをちゃんと整理できたらなと思います。福島大学などは今年の夏頃までに最終報告書をまとめることにしています。